Guys, we are back with mission episode 11, final training camp. Is this the final episode? I'm not sure, but I'm excited for the final camp, and I waited for the subtitles because the subtitles were not working, so I had to wait, but now the subtitles are good to go. So let's watch this together, guys. Make sure to subscribe, give this video a like, and let's go. Are we gonna cry? Are we gonna get the reveal of Maisel today? Are we back at the camp? Oh, and the song releases tomorrow, I think. On Friday, we have the official mission song. What time is it? It must be so early. Final training camp. Oh, they have a little kettle and tea and honey. There's no honey? What is he doing? Someone said the training camp had to stop because someone had COVID. Right. Oh my god, I love him so much. Saito is the cutest. Sara, mazu chotto basic step nandoku dekiru te de sume tsutsu mazu popcorn kette ushiro kette ushiro kiru toki kakato kara kireleba ok. Ato wa sonna ishiki shinai de ii kara. Ato rizumu tometa kurai tun tun ba tte tomeru zu ni ushiro ni ateru imeji. Sure o 1 2 3 4 5 Look at Saito. Yeah. ここ力入ってるんで、全然指がね、こうなりがちだから。ああ、はい。そこちょっと力んでるように見えるから、ちょっと。さあ、さあ、さあ。気にとってさ、さ。なんか余裕でやりすぎちゃうと、どうしても見た目すごい気抜いても見えちゃう。だともったいない。あ、それがよく映る瞬間もあるけど。そのバランスがもう自分の感覚しかない。自分の一人一人のセンス。
周りグループだったらすっげえ思いっきりやってる人がいる。その横で思いっきりやってもちょっと馴染んじゃう。あえて抜きますよとか、そういうのはその現場現場の場所によってセンスになるんだけど、まあ、そういうのも込みで自分の一番かっこいい瞬間とか、このシルエットもそうだし、全部一個一個細かく切り抜いても絵になる状態を最終的には作っていけばいい。いやー、やっぱり自分の基礎の足りなさっていうのを身に染みて感じましたし、ここ直さないとっていうのではなくて、プラスアルファっていうか、自分の今のスキルがダメなんじゃなくて、それにもっとこうプラスしていけばいいよねっていう先生のその教え方というか。Canon, I really like him. I'm so sad. If he cries when he gets eliminated, I'm gonna cry. これからもっと頑張ろうみたいな気持ちもあったしみたいな。久々にというか、自分に足りないものをすごいなんか引き出してもらったというか、なんでしょうね、今の自分に足りないものだったりをさらにもう一度再確認できたし、何より最後の一人ずつやったりとかの時間はめっちゃみんなで盛り上がって楽しい空間になったので、めっちゃいい時間を過ごせました。So what's the mission? What song are we gonna sing? どっちがどの役をやるか、どんなシチュエーションなのか、2人の関係性など大まかでいいのでコンセンサス。おお。お互いにどういう。We're gonna act? なんとなく決めればいい。友達かなとか、兄弟かなとか、親子かなとか。はい、フリースタイル ?2 人でやってみましょうか。どうぞ。マジか。ああ、マジだ。いや、なんでそうなっちゃったんだよ。なんでって。いや、俺止めたろ。え？いや、俺はこんなことやめとけって言ったよ。言った？言っただろ。いつ？はあ。いつ俺にそんなこと言ったんだよ。いつって。最近。すごくいいなと思ったのは、後ろ向きで。Oh, that's the first time we see them do acting in the camp. で、振り返りもそっち、私を向かないで振り返りなんですね。その精神はすごい大事だ。ダンスとかは、多分お客さんに向けてすごくアピールをすることが多いと思うんです。なので、正面を向いて何かをすることが多いと思うんですが、そうじゃないお芝居っていうのもいっぱいあって、背中で何かを表現するとか、そういう映画にせよ何にせよ、そういうことがこれからどんどん増えてくるはずなので、そういう意識も大事にしたらいいかなと思います、はい、ダンスにも多分ねそうだですよね。背中だったり顔を見せないところで何か勝負することがあると。俺のせいってこと？いや、そうじゃないけど、でも、いいんだじゃねえよ。俺、悪くないだろ。悪くないとか、そういう二元論じゃない。世の中には、白と黒にカテゴライズされないことの方が多いだろ。この件に限っては二元論だろ。俺は、お前を親友だと思ってるからさ。だよ。お前ここに来た時のこと覚えてる？覚えてるの？あの日とんでもない大雨で、ここの少し先にある川がさ、ゴゴゴゴゴゴって水の流れが響いて、ここまで地鳴りにも聞こえる耳鳴りにも。ただこの何もない静かな土地にさ、ゴーンが鳴り響いてたあの日。入れてくれ。だからいいよ、俺に謝らなくても。俺らの間でさ、そういうの嫌だろ。そういうものがあると関係が一気に崩れる。そういうもんなんだよ。どういうもんだ。まあとにかく今目の前にある問題をどう処理するかを考えよう。その方が順序先だから。謝るとか少なくとも今はそういうことすっ飛ばしたい。どうにかなっちゃったのか。え？
この状況を作ったの全部お前だろ。それはなんだよさっきから、まるで俺がやったみたいな。 They're all really good. 先生になれよ。本命。本当に最初はちょっと不安すぎてどうなるかなって思ったんですけど、なんかでも本当になんかみんなの演技を見てたくさん吸収して、なんか自分なりにまあ最後は最後最高の演技ができたんじゃないかなっていうふうに思います。なんか今のレッスンを通して今後に活かせることとかって何かありそうですか。なんかチームで、自分一人じゃなくてチームで歌詞の意味を理解して表情とかをみんなで統一したりとかっていう面では、なんかその表現するだけじゃなくてその考える力というか、 Even in like filming music videos 演じてやるものなので、 or being on interviews 密接してる、先生も They can use that 密接してるので、なんかそういうところをダンスでも活かせたらいいなって思います。マジか。あ、マジだ。なんでそれ。バリオキ。なんで。いっす。マジか。あ、マジだ。なんでそうなっちゃったんだよ。いや、なんでって。マジか。あ、マジか。バリオキ、so funny。Oh my god。なんでって。俺止めたろ。え？いや、俺こんなことやめとけって言ったよ。言った。はい、ありがとうございます。あの、相当ムカつきますよね。甘えてんじゃねえみたいな気になるっていうのが、体の動きだけで変わるんですね。It's so annoying. The subtitles are still not working. I thought they were working, but... で、明るくやったらいいなと思ったんですけど、まさか明るくやることが悪く見えるとは私は思わなかったので、すごく発見をしました。だからそういう発見をしていくのはすごくいい。ありがとうございました。フェイクニュースや偽情報や加工された情報がたくさんやっぱり出てきてます。でこれさっきからずっと言ってるように SNS の時代になってよりたくさん出てくるようになってるんだけど、みんながじゃあ自分自身がそういう情報に引っかからないようにするためには具体的にどうすればいいのか。世の中に正しい情報があるわけじゃないよっていうのをまず知るファーストステップとしてこういう講義をまず受ける。なかなかいいですね。そうだね。でもまあ、これに限らずちょっとこう勉強する機会があれば積極的に受けてみるっていうのが大事だね。鵜呑みにしない。鵜呑みにしない。うん。はい。鵜呑みにしないためにはどうするの？まあ、その一つの情報を見てすぐ、あ、そうなんだってあるんじゃなくて、うんうん、それを実際調べてみる。いろんな角度から。うんうん、例えば、この記事見てみよう、この新聞社見てみようとか、うん、そういうので、信頼度の高いところから情報をもっともっと調べていく。うん、なるほど。その見たものの情報源をまず探る。うん、情報源です。It's good that they're learning about different things also, not just dance and singing. They're like learning about media in general.2回目の大場合宿ですけど、いやー本当に2回目ですね、うん、いやでもなんかまたちょっと一風変わった生活ができているので楽しくはあります。でもやっぱ人数増えるだけで全然違うっていうのもあるし、やっぱその今回はオーディションという形で来ているので、なんか前はもうちょっと心に余裕もまああったんですけど、今回は結構なんかオーディションという中でのピリピリ感というか、なんか部屋にいてもやっぱ感じる時あるなっていうのは前と全然違いますかね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ついにこの瞬間がやってきました。
今から最後の課題曲を発表します。はい、の課題曲を審査で発表してもらったら全てが決まります。はい、はい、曲名はミッション。Oh my god! Am I gonna record the song? はい、お願いします。Sky High is the best producer.歌詞と曲調がすごくなんだろう、燃え上がらせてくれるというか。This really reminds me of the first. もう鳥肌が立つぐらい感動して、そのアップテンポというか、なんか激しめの曲で、ダーンとかダーンとかダーンみたいな感じで、もう素直に本当。なんか今までと全く違った曲が来たなっていうのがすごい印象で、あ、ついに最後なんだっていう曲でもあったし、めちゃくちゃ聴いたかいし、ほんとスキルめっちゃいるなっていう曲でもあるし、曲はまずもうめちゃくちゃかっこいいんでやる気出ますね。自分もかっこいいと思ってる曲だとやっぱりそりゃ入るパワーが多分違うと思うん でみんな結構曲やっぱめっちゃいいなとかなってるんで、まあ、もちろん全部良かったですけど特に今気持ちも入りやすいですし、うん、oh! Is that dance break? Damn! Oh, I'm so excited! I saw the little teaser for the song drop on the 30th.チームを発表します。で、チーム名なんですけど、とりあえずもう仮で X と Y にしてるので、チーム分かれた後自分たちでチーム名をこの場で考えてもらいます。おー、ファン。じゃあチーム X の1人目、直哉。はい、じゃあチーム Y の1人目、浩平。はい、こう来るか。すごいチームも雰囲気が良くて、みんなそれぞれ助けてもらえるようなところがあって、歌だったりとかあのダンスに関しても引っ張ってくれてるメンバーが周りにいるので、僕としてもすごく心強くて。Oh, that's gonna be a good team. さあ、どっちでしょう。はい。じゃあ、一気に言います。チーム X、タクト。チーム Y、カノン。I feel like they balance the teams. ファンタジーからずっと海流は一緒なんですけど、結構全部いい雰囲気のチームだなっていうふうに思ってて、まあ、海流もよく喋るし、なんか結構和ませたりしてくれるのもあるし、海流も結構僕の方が年上ですけど、なんか結構いじってくれたり。Kairu is older than Takuto? 場の雰囲気的にいい方向に持ってってくれたりするんで。I think Takuto is 20? もううんざりですね。めっちゃ嬉しくて、やっぱり自分はまだまだダンス面ではもう本当に早く追いつきたいし追い越したいんですけど、現時点ではまだみんなにかなってない部分とかも絶対あると思うんで、でもやっぱたっくん一人おった時のそのダンス そのまとまり方っていうのは、まあ、I mean when they're gonna become a group they're gonna be together forever so でもなれるチャンスが来たみたいな、だからまだ自分は誰でもないって意味で、いや X よくね、おー普通そのX よくね、めちゃくない。俺、聞いた瞬間から普通にかっこいいと思ったけど、お前普通に X って言ってるとかね、めちゃくちゃ違う違う。では理由があっての X、 それ聞くと確かになってめちゃくない、めっちゃいい。俺の意見これ、はいはいはい、
それ超えれる？超えれる。ショッパーでこれ超えれる。俺でもパって思ったのはトライ。トライチーム。トライチーム。ミッションをトライしていきようっていう。トライ。And then there's a why? ランとか。まあ特にリベンジが。それぞれバックグラウンドあるしな。それぞれ出してさ、なんかそれぞれの。Connect all their names. Next. N E なんだ。そう。エンター。エンター。これがその入り口みたいな。入り口、その始まりというか。エンターってなんか E N T E R T E R かな。まあエンターテイメントのエンターっぽいもんな。あ、確かに。True. And yeah, actually, that's good. M 入れたい。でもな。俺もそれ最初考えたけど、最初 E を M に見せればいけるかなと思って。え、それや。ではチーム名を発表してください。まずチーム Y じゃない X カッコから。まあいろんなとこから。いろんな個性ある人たちが今集まってけど、まあ、二次審査のゲットダウンもそうだし、このミッションもそうなんですけど、今まさに夢を掴んで、今まさにチャンスを掴んで何者かになろうとしている瞬間で、と同時にまだ何者でもないという意味を込めて X でお願いします。おっと、なるほど、まあ、すごい意外性があって、なるほど、うん、いいオチでした。はい、うん、X ですね。意味を持たせた。はい、うん、素晴らしい。素晴らしいです。はい、チーム X。はい。じゃあこちらはチーム X ということで。はい。ではチーム Y カッコ仮。まず、まあ、僕たち。いろいろとこの歌にどんなこうなんかイメージが湧くかということで、エイキがリベンジ、リベンジ、あの、まあ、僕とか、まあ、みんなのこうバックボーンがあって今ここでもう一度という意味のリベンジで、でリュウキがトライ、ここでもう一度見せようというトライで、僕がネクスト、次に向かうぞというネクストで、エンターテインメントを届けようっていう意味で最後エンターと言ってくれたので、この全員から出た、頭文字全部を取ってエンターというチーム名にしました。エンターいいですね。で、文字を書くときには、一応自分たちがBE:FIRST に続く M だということで、最初の文字を M の横にしたこういう文字で、はい、あーちょっとパソコンにそのフォントが入ってなくて、まあ、手で書くときはこっちがいい、なんか手で書くときはそのようにいたします。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ではチーム X とチームエンターということで、改めまして今日から練習お願いします。お願いします。せーの、 We're gonna see the choreography for Mission?Wow! Damn! That was amazing! Damn! Damn! その前すごい良かったよ、ずっと。Wow!Okay.
Wow! This is gonna be so good. お願いします。はい。Wow. Wow. One, two, three, four. I want this BMSG bottle. Oh, damn, damn, damn.It's high.It's so high. なんか自分で出しやすい場所がねきっと探せると思うんだよね。ちょっと抜いてみるとか、うん、ちょっと力んじゃってるところあるかもしれないから、はい、姿勢ちょっとよくして肋骨肺よく開いて。 Now we have to do that when they dance. でちょっとリラックスしてさらっとやってみる。大丈夫、大丈夫。リラックス。あ、Hayato, No, don't cry. 大丈夫。It has pressure. No, Hayato, don't cry. いっぱい時間あるから大丈夫。そうそう。自分が変性期で出ないことは知ってて、お母さんも気にするっておっしゃってくださってるんですけど、やっぱりみんなと歌うと、やっぱり目立って、てしまうので、なんかそういった部分でなんか自分の無力さをそこで感じてしまって、まあ、歌が好きで今までやってきた中で一番難しい曲でもあるし、すごく課題がやっぱ今日また見えたので、なんかそこになんか自分で悔しいというかできない自分にちょっと悔しさを覚えてしまいました。Ooh, Kanoi! Damn, it's so high. Wow. This is hard. Sky High said, let's do hard, hard, hard song.海で、海で、海で、海の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 、でもやっぱ本当に変わったなって思うのは、その意気込みが全然違うなというのを感じます。その前回はやっぱりそのいきなりオーディションOh my god! もう本当
Look at him! He's like a baby! Baby ran! その時を得て、あー、リコやるしかないっていう、まあ、もちろん不安や緊張はありますけど、それもなんかいい意味で闘争心に変えれてるかなというか、もう絶対にデビューしてやるんだっていう気持ちに全力で触れているかなっていうの。この合宿は10日間なだけで、この最終審査までは2週間ぐらいなだけで、その面試始めてからで考えたら結構な時間、結構なもう何年っていうあれなんでに来てのここなんで、こんなにもデビューに近づけたのも初めてやし、だからなんかでもなんかそういう瞬間が来た時でどんな感じなんやろって全然デビューが見えてない時とか思ったりしてたんですけど、いざ来てみたらなんかやっぱり時間かかりすぎたっていうのもあって実感が湧きにくかったり、結構不思議な感じです。でも本当にあと一歩っていうところまで来てるのが事実なんで、うん、本当につかみにいってます。でもほんまに長いようで短い期間だったなって思います。本当はこの事務所来る前が一番もう死にそうな感じやったんで、ずっとその時が一番長く感じてて、でもこのトレーになってからの期間はめっちゃ早く感じてます。やっぱ自分の中ではもう目指すものが決まってるから、うん、パフォーマンスではやっぱこうちょっとみんなに長くやってきた分いいパフォーマンスを見せたいっていうのはもちろんあるし、まあこの期間やってきたからこそまあ負けたくはないなとかは思ったりはしてます。今回ミッションミッションの最終審査楽曲ミッションの振り付けをしてくださったおー、シットキングスの翔太です。よろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。ワン、ツー、スリーで、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、エン、ファッ、イズ、シー、クス、セ、ブーン、エイト、エンダー、ワン、エン、ワー、That looks hard。クス、セ、ブーン、エイト、ズ、カッカ、テクテクテン、デレン、ズ、カッカ、カッカ、ズ、エイ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 、みたいな、いろんな音を取った、はい、踊りになります。ちょっと音聞いてみようか。They only have 2 weeks。Oh, that's the dance break. Ooh. Wow. 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 Naoya is like, excuse me? ゲッタンとかファンタジーとかと比べ物になれないぐらい激しくて、なんか歌詞の通りにそのままその情熱を乗せたような、なんか僕は結構今までしっとり系の踊りが得意やったんですけど、こういうバンバンバンみたいな止まるやつを結構やったことが少なかったので、結構苦手分野ではあるんですけど、それを得意に変えれるぐらいになりたいなっていうふうに。 He's good! He's doing good! そうですね、まあトムと僕がダンスの振りがジャンルが似てるんで、トム、あ、いや、トム is Hayato。 このフロアのとこだったり、生徒が得意やったりとか、タックンもヒップホップだったりとかして、いろいろ吸収できるメンバーが多いなって思います。Now you're doing good. わかったりするの。わかったわ。結構ハードですよ。いや結構ハードですね。でまた歌もハードですか。どっちもやばいです。
マジ最後の課題やなって感じです。おっ、スカイハイコミング。Hello! Sky High, sometimes I wonder, when does he sleep? When does he have time to sleep? ここはね、みんなのなんか一人一人のこう、なんか内に秘めた強いグルーヴみたいなものを出せたらいいなと思ってて、うん、そしたら右手がガガガってちょっとその稲妻みたいな、なんか掴むのが難しいものでも、Oh, guys, I am so excited for the debut. I'm... The song is so good. まあ、曲調からして僕は好きなタイプなので、振り付けも気合の入る、なんだろう、早くステージでパフォーマンスするのがめちゃくちゃ楽しみな、好きな振り付けなので、楽しいです、今。すげえいい感じの景色ですね、ここら辺、ね、どこら辺ですか、ここら辺は。っていうところだと思う。2人ほう、うんうんうんから来たぜ。わあ。どうですか、コレオグラフ。あ、もうみんな頑張って今覚えてますよ。よっしゃ。よし。難しいよね。はい。はい、ちょっとチャレンジな動きをいっぱい入れてるんで。そうだよね。はい、いや、ありがとうございます。さすがフィジカルモンスター。フィジカルモンスター。さすがフィジモンスター。変なのつけないで。まあ、1曲練習するっていうだけで考えたらそれなりに時間があると思うんですけど、でも逆に言うと、もうこの先ないので、むしろデビューできた場合ってもうラストアマチュア期間なんで、悲しいことに二度とアマチュアに戻れないという、年齢関係なくキャリア関係なく、だからちょっと大事に過ごしましょう。はい、よし、そんな感じの今日この頃、イエーイイエーYeah! Let's go! Wow! Oh, I'm so excited! Oh, I don't know where to look!Oh, Aiki, you got a fan. すげえ大変だし、これから練習してて、多分。
I am so happy that Aiki made it, because then that would have been Reiko all over again. Because when Reiko didn't make it to be first, I was devastated. Now Aiki is my Reiko, so I'm so happy he made it. この先、なんかあのまだダンス何ヶ月なのにすごいねとか、1年なのにすごいねみたいなことを逆に言われちゃうと思うから、そこに満足しないようにだけ気をつけて。なんか庄司さんになんか、この瞬間は誰よりもかっこいいなんか角度とかをしている瞬間もあるから、そういうところをもっと自分で見つけて伸ばしていけるといいねっていうことを言っていただいて、なんか本当にこんな自分のダンスの中にもなんかいい瞬間ってあるんだなっていうのを気づかせてもらったので、なんかすっごいいいマインドになったというか。まあいい人の方がすごく未経験なので普通についてきて、はい、っていうことってエイキ君にとっては褒め言葉ですか？いや、めっちゃ悔しいです。初心者だからすごいねっていうのはもう結構序盤からそんな考えもう一切なくて、なんかタクト君とかリュウキとかはめっちゃかましてるの見て、年齢近くて同じ人なのになんでこんな違うんだろうってめっちゃ悔しくて、まあ、そのレッスンとかは楽しかったんですけど、やっぱ常に悔しいという気持ちはあって、エイキはなんか本当に未経験にはまあ見えないってみんなよく言ってますけど、まあ、本当にそうで、なんかあとは挑戦する気持ちだったりとか、あのマニーさんのコレオのレッスンの時とかも最後一人で踊りたい人って時に一人だけ手挙げたのもエイキだけだったし、正直その自分がそんな頑張れてるかって言ったら全然自信ないぐらい、うん、頑張るって多分誰でもできることじゃないと思ってるんで、あの本当にあのある程度の度を越したどんなに頑張っても多分どっかで絶対かかっちゃうと思うんで、それ超えていけるのって本当にかっこいいしすごいなと思ってるんで、めっちゃなんかいやめっちゃすごいなと思ってます。なんか雰囲気2人おるんかなと思ってた聞いてたのに、もうなんか人に聞いたくになかったんすかいるのかもしれないですねほんまにおじゃんけんしますか。よし、じゃあ、おー、レッツゴー。多いな、多い。最初、じゃんけん、ぽい。わー、いい。ナイス。最初、じゃんけん、はい。わー、ありがとう。ありがとう。最初、じゃんけん、はい。出てきた。ずるい。Sky, what's your win? It's a bath, rock, paper, scissors. Not Spider-Man! Sky! This song is so good. の振りをいただいたので、あとは自分がどれだけこれを消化してチームとしてパフォーマンスできるかを、もうこのあと数日間でしっかりと組み立てていければなと思ってます。
なんか庄司さんから言われたこととかってありますか？いや本当に休みっていうか休憩の時間とかにこう一人一人に的確な本当にアドバイスをしていただいてて、しかもこうだからもっとこうした方がいいよっていう本当具体的に教えてくださるので、本当にみんなの伸び率がすごいし、もうちょっと伸ばしてほしいところを先に体がもう次の角度に向かってたりするの。そこがぬるっと見えやすい、なんか関係ないのここでギリギリまで前に行ってこう行くと一気にさ首も切れるし勢い出るんだけど、関係ないってなると急に雑に見えるのよ。今結構立ち姿がすごく綺麗で、それは生かしてほしい、すごく大事だけど、人間って裏切られるの好きだから、なんかさっきまでこうやって座ってたのに急に次の瞬間ワクッっていうこの雰囲気がところどころだけでいいから、そういうのを出せるとちょっとあそこはそっちっていう、なんかもう少し横張っていい気がしてて、はい、なんか時々意思を感じない瞬間が真ん中に出てくる瞬間とかに、なんか絶対に俺を見ろよみたいな強い意志を、なんていうか感覚の問題だからすごく難しいんだけど、すごくダンスに見える瞬間、なんかこう前に出てくるものがなかったんですよね。で少し話はしたんですけど、俺もそのタクトに明確なこうアドバイスみたいなことはできなくて、今日一緒に探してこうねって言ったんですよ。そしたらもうその次の瞬間からとんでもないエネルギーが出てたんですよ。いやもう見つけてるやんってなって、今ごめんね、ごめん、ちょっと今みんなこんなにやってたのにタクトしか見てなかった、ごめん。いや今はタクトしか見れなかった、めちゃくちゃふって見た時に引き込まれたし、めちゃくちゃ見えた、タクトの思いが見えた。なんか今まで結構なんかもうスキルを見せつけるじゃないですけど、なんかまあうまく踊ろうとかとにかく綺麗にとか割と意識してやってた部分はあったんですけど、ちょっとそれを取っ払ってなんかまあ雑になってもいいから、ちょっとまあ自分の気持ちとかを込めてなんかやってみたらそれがハマったので、自分の中でもで、それは周りが見ててもそういう風に今の良かったって言っていただけたんで、ありがとうございます。Are we going to see the performance today? みんなの伸び率がね、どんどん伸びてる。どんどん伸びていく。すごいわ。すごいわ。え、もうめちゃくちゃ優しさがもうにじみ出てるのと。面白い方というか、なんか気持ちを高めてくれる存在っていうか、ダンス中にいいムーブがあったらウェーイというか、もうレッスン、ほんとプロレスのもう審判みたいな感じでもうでやってくれたりとか、でもそれがもう自分的には気持ちいいし、なんか気持ちも上がるし、あれがもう本当にわー、Look at the rookie! Damn it! スイッチがDen canon is so good. Wow! Bravo! Amazing! めちゃくちゃいいじゃん。いやもちろんまだ間違えてるところとかさあるけど、体に入るのもあると思うけど、なんかそれ以上にさっき言ったけど、その He's a fan. じゃないものを見たいのよ。それを上回ってくる。I wonder what is going to be the fandom name of Mezul. Is there a fandom name already? What are we called? みんなの魂を見たいのよ、こっちは。それが今はもう完全に出てる。それにめちゃくちゃ使われるわ。最高じゃねえか。I'm so excited! 水でも飲めよ、お前ら。Drink water! Stay hydrated!
はいはいはい、いらっしゃい。お願いします。あ、いらっしゃい。名古屋です。こんにちは。笹団子食べる？え、笹団子って何ですか？笹団子とお茶を、団子とお茶。 If you can open it。 ただそれだけ。それしい。草道具なんで。あ、本当に笹団子は。笹団子初めてです。おお、すごいね、そこに来て。おお、よいしょ。どうですか、元気ですか？はい、うん、元気です。よかった。前回の Oh, I wanna try。 よりかは全然精神的にも全然すごく元気で頑張っているっていう感じです。心境が変わったの何か？本当にこの2ヶ月間の2ヶ月、空いた期間にたくさん音楽に触れて、なんかもっと知識を増やしたらいろんな表現ができるんじゃないかなと思って、で、今まで行ってたダンスレッスンとかに行ったりとかした時に先生に呼んでいただいたりとかっていう経験。I love Now Ya. I still don't know who my bias is. Like, I love all of them. All of them. I just love everyone. 調子はいい感じ。あ、でもすごくいい感じです。うん。なんかモチベーション高そうだなと思って。はい。自分のその気持ち的にもその最終審査ってなって、まあもう本当長い話で言うと。去年からずっとオーディションを続けているので。そうだよね、はい、ずっと続いてるから。なのでなんか自分の本当気持ち的にはなんかもう本当に最後の最後というか、もうここで決めないとなっていうなんか覚悟というか、まあ、マジで待ちわびた時が来たら、はい、歌詞がそうですね、まさしくなんか自分に当てはまってて、結構こんな気合い入れ時なことないもんね。そうですね。もうなんか今までも、いやここだなっていう場面は確かにあったんですけど、なんか自分の中でもこれ以上にここだなと思ったことないぐらいすごい気合いも入ってるし、調子ですか？なかなか雰囲気も良くて、楽曲も僕のすごい、まあ、ダンスのジャンルというか好きなジャンルで、でエネルギーのある楽曲って僕は好きなので、すごく本番までの時間も、まあ、あの楽しんでいけそうで、本番も楽しみで、はい、嬉しいな、ありがてえぜ。いやいや、こちらこそです。体的には大丈夫そう？成長期もちょっと情けないことにあんまり止まりかけてて、なんかいや、それはそれでちょっともうちょっと行こうぜって感じですよね。そうですね、なんかもうちょっと伸びてほしいんですけど、でもそうだよね。まあ人生は長いがやっぱ勝負どころってさ、そんないっぱいあるわけでもないじゃん。なんかこう頑張りどころだと思うので頑張ってほしい。Cannon better be a trainee after that。 なんかあの Sky High you better sign him。 後々に響くことがあったら怖いから嫌だなっていう気持ちと、っていうのはあるね。なるほど。ある。なんか不安なことある？いや、悩み？悩みは全然。Seto has no worries. It's cool. It's chill. 頑張るだけですね。うん。吹っ切れたんだね。なんか本当、この間のそのゲットダウンの時から、結構吹っ切れて。なんでだろう、ね。それまでなんかずっとモヤモヤがあったんですけど。うん、本番になると不安感がすごい、すごくて、なんですけど、なんかその覚え込む力はちゃんと身につけれるようになったんで、なるほど、まあ、自信がつきました、まあ、そうだね、はい、悩みとか不安がこう来た時は唯一に来て最大の対処法は、はい、その場で流れてる音楽に集中するって。もう耳に全神経傾けたら、あのそれが一番解決しやすいね、はい、どういうのが好きとかってあるの、もともとそういう曲の。もともとはどっちかというとジャンル的にはそれこそ F3 というか、ガツガツした曲が結構得意というか、まあ、好きなジャンルで、自分で作ったりする時とかもガツガツ系のが多くて、どっちかというとメロウ系というかおしゃれなチル系はあんま作ったことがないというか。あ、そうなんですね。そして今日その作った曲を
いやめちゃくちゃやばいっすでもさせていただけるならあ聞く聞くやったぜいいですかうんじゃあ行かせていただきますあここであここ生でいや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 ってもらってもいいあそどっちにもそれもやった方がいいですかアカペラでいいならよっしゃ9回裏一位な逆転あ狙うは場外 Now it's my time あらいかけばら令和革命かそろそろ準備しときますメディア It's my time and it's my time Yeah yeah ey かっこいい本当ですかすげえいい本当ですかうん緊張します今まで聞いたら一番良かったねすげえいい緊張します聞きたいことはなんか結構人がめちゃくちゃ好きなんかなんですけどなんかそのあ合わないなって思う人は今いないんですけどなんかこの先もしそういう人に出会ってしまった時とかになんか多分自分はなんか引いちゃってわかるわかるぜあるよねそうなんですなんかいやでもグループ一緒とかだったら、はい、そのもうしっかり時間取って、はい、しっかり話して、はい、自分はこういうふうな考え方だから、はい、その正直なことを言うとこういうところがわかんないから、はい、まあもうぶっちゃけて言うとごめんその苦手なんですって濁しながらあれするよりは多分なんかこう、はい、もうそこまでもう言っちゃうっていうのが一番良い気がする、うん、次は最終ですけどもっと次順位を決めるとするならば、うん、もっと早い段階で呼ばれるようになるためには何が足りないかなっていうなんかねもう一個も潜り直してもいいかもね楽曲が伝えたいこととか楽曲で伝えたいこととかをめっちゃ掘り下げてもう本気でその気持ちにこう陶酔する本当にもう超曲に入り込むっていうのはやれるとめっちゃ楽しいしねあとそれもある潜り直す潜り直すなんかデビューしてからもう今までこれだけは絶対に忘れないというか胸にずっと誓ってることまあなんかちょっとなっていう違和感があった時とかにそのなんかモヤモヤするんだよなで終わらせると後々結構それがこう大きくなったり何に違和感を感じてるんだろうっていうのを自分で分析およびなんか言語化してあこういうことが嫌なんだなとかこういうことはモヤモヤするんだなとかで改善できそうなものであれば改善するけど改善できなかったとしてもなんか原因が分かってれば向き合えるから、うん、なんかねそうパフォーマンスの向上も一緒だと思うんだけどなんかなんとなくで済まさないっていうのは大事な気がするね分かりました、うん、顔芸たまにするよね顔芸たまにするよねすごい表情するときあるうんうんうん得意です得意だな得意です逆に不安なこととかあるなんか正直、うん、合宿それこそ大阪合宿が始まったからあ、はいはい、その時の方がなんか緊張してそうだよねなんかここまでからもう逆にあんま今悩んでないというか、うんうんうん、なんかこれが特に不安だなとかなんかちょっと前よりあんまなくて逆にやること決まってるしねそうですねなんかもうするっていう選択肢しかないしそうだね曲に対してもそんなに不安なさそううーんそうですねなんかちょっと今こじらしちゃってて今フルで歌えてないので、うんうん、そのまあちょっと早く直さなきゃなんですけど直った時どれぐらいサビとかももうちょっと自分の中でパワー欲しいなとか思ってるんでそうかそうでもまあ、キー下げてもいいしねそんな結構みたいな Yeah そうだよね The key is so high キー下げようかな下げたバージョンとか聞いてみたいですねそうだよね、はい、で一回雑に全体つるっとだけでもすぐちょっと下げてみようかな、うん、Is it gonna lower the key? 昨日社長から
ミッションのキーを変えたバージョンが届いたので各音源聞いてもらって一旦チームのみんなの中での意見をまとめてほしいです。I guess we still have one more episode, right? Well, no, because the song releases tomorrow, I think. まあ気持ちは分かるで、気持ちは分かるね、元気もやっぱかっこいい、今までさ、分かるのは分かる、違和感、今まではちょっと思い入れがちょっと、ああ、different key? ちょっともう一回、すごくグルッと変わるんだ、かっこいい、これやな、これや、マーキングでやって、この歌ガチって見て感じた。Wow, damn. めっちゃ自分勝手な個人的な意見は、なんかもう自分のことだけ考えると。なんか今までの楽曲とかもさ、まあ、結構ダンス振り付け、まあ、自分的にはなんか難しいなっていう部分があって、やっぱレベルの高い人に合わせて自分は頑張ってきて、まあ、ダンスのクオリティとか上げてきたわけで、なんかちょっとまあマイナス1にすると、まあ、安定はするけどちょっとなんか出し切れ、なんか妥協してるっていう感じがあって、サビの自分次第のやつってどっちが大事ですか？俺はね、層が元気限界やな、今自分で出せる、うん、なんかそれをよりあれかも、強く出せる方がいい気がする、うん、あそこって、うんうん、まあ俺はそうね、オール含めて今はマイナス1派かな、うんうん、俺もでもまあちょっと今現時点なんで悩んでるかって、これは審査だから、自分をチャレンジするっていう部分を、 I've been trying to decide if they want to change the key or stay in the same key って考えた時に、そこで今妥協していいのか、妥協っていうか改善と思うよね、俺は。なんかマイナス1にするから俺らが妥協してるみたいな感じになっちゃうのはなんか嫌で、まあね、それはもちろん、うん、なんか2つで迷ってて、本当に挑戦するか安定で迷ってて、チームのためなら安定がいいけど個人で考えると挑戦もいいなっていうところで迷ってて、They're gonna stay. チームのクオリティを考えるなら1やけど、やっぱオーディションやし、ミッションっていう曲やしっていう。I think they're gonna keep the key. 正直もうみんなの意見多分誰もがすごく分かるというか、そう、うん、なんか難しいとこなんだよ、多分全員の共通の本間の意識としては、ま、完璧にできるなら元気がいいっていうのはもう絶対あって、うん、むずい、どうすか、じゃあもう一人一人どっちが今いいかっていうふうに言っていかん、うん、じゃあ元気がいい人はパン、あー、で下着がいい人くん、 OK、 いきます、せーの、おー、ここにもう未練を置いていく、なるほどね、この一票に OK、俺はめっちゃどっちもいいなっていう、どっちも好きやから結構優柔不断で、でもどちらかというと、まあ、個人的に元気寄りだったから、うん、多分ここでグー出しとったらめっちゃ後悔すると思って、うん、パーを出しました、うん、でももう結構振り切った、うん、ここで、うん、The staying in key? パフォーマンスを上げるだけ、でもなんか感情の面は
俺は全然ね、元気になっても一個先になっても感情は変わらなくて、熱くエンター見せたいなって感じです。なんかこれからマイナス1でみんなでその思いを Are we gonna see the performance today? 全然迫力も増すと思うし、今より増すと思うし、じゃあエンターはマイナス1で、うん、はい、マイナス 1? みんな大丈夫ですか？うん、大丈夫です。 OK、皆さん、行きますか。はい。Let's go! Oh! What?Bravo! いいね。友達じゃなくて仲間。仲間。いや、絶対流れたいな。絶対流します。Next, try, break, revenge, enter, let's go! おっしゃ。わーわーわー、待って、やばいっす、肉離れの可能性もあるか。でも肉離れってあのブチって離れた瞬間分かるよ、うん、分かる、自分で、うん、そう、あの聞こえるから。やばかった、めっちゃ攻められてる俺。めっちゃ攻められてる。今うまー、ほら今What did you do? それだけです。あれ、ちょっと行っちゃっていいですか？あんまり行かないとなおがあんま見えないから、結構まあ見えるぐらいまで行きたい本当は。あー輝くために生まれてきた、あ、前なんか前の感じいいじゃん。ために俺とカイリはじゃあちょっと低めな、上目、うん、ためにおおこういうことか。分かってきたぞ。なるほど、こういうことか。空気もすごく良くて、でなんか楽しいだけじゃなくて、そのちゃんと決めるとこは決めるというか、あじゃあ今からやろうとか、あじゃあすぐこうしようって言ってすぐできたり、でそれをみんなが聞けたりっていう、この意見もすごい言いやすいなっていうふうに思って、で一番年下であるトムもそのすごく意見も出してくれたりとかするので、なんかミッション、この曲に出会ってから新しい自分というかに出会った気がして、今まで踊ってた自分とはまた別の自分、なんかそれをすごく極めたいなっていう風に今すごく気持ち的にはなってるし、段階を通すにつれて、まあ、周りとのメンバーとの関係とか環境が変わったりとか、それにつれて自分も変わってったりとか、
今までの自分だったら多分大きな問題とか課題が出てきた時にそこから逃げて逃避してっていうのが多分今までの自分だったんですけど、今だったら仲間もいるし多分自分も成長したし今なら何があっても立ち向かえる自信はあるし、解決できるのかなって思います。あらゆるどうで、あ、持って帰っとくな、それ。ありがとう。ありがとう。いや、いいんじゃん。素晴らしい。最終日らしい。最終日らしい。最終日らしい。ちゃんとみんな成長してる。そうですね。なんか楽しく、まあ誰一人欠けることなく最後までチームプレーで乗り切れた10日間だったかなと思います。最終日がやっぱり一番。ダンスの揃える点とかも多かったり、意識することがだん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 多くなっていくんで、そういうことでやっぱり一番いろんな気を使ったし、もう最終日なんで詰め込みまくって、この合宿がなんか終わりじゃない、終わるんですけど、これが終わりじゃなくて、やっぱ次の審査が最後になるので、なんかここで培ったものを忘れず、また個人個人で5日間過ごしてと最後の審査で全員が全員最高のパフォーマンスをしたいなと思います。Look at themcleaning everything. Yoshi. Thank you very much. Thank you very much. Ariso. This is the sasa dango. This is the dump. This is Sky High's dumpling. Oh my god, I'm so excited! Damn, I didn't realize that there's gonna be 8 in this group. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm so sad for Canon. Oh, I'm so excited! I'm so excited! いろんな形でいろんな人がいろんな人生のミッションをくぐり抜けていく。Oh, it looks so good! BMSG Boys Group Audition.最終審査を始めます。Oh, oh my god, I'm so excited. Wait, when does the song come out? Because if... Okay, so the next episode is on the 31st. But there... Something is coming. I saw it. Like... Maisel. Do Maisel have their own YouTube channel? I'm not sure.Because I saw it's coming, I saw... Ah, here, Maisel teaser. Oh my god, they have a YouTube channel? Oh, this is what I saw. Okay. Ah, so when is it coming? Ugh, this looks so damn good. This is coming on the 31st? Oh, so it's coming on Friday after the episode? Oh, I'm so excited. Guys, I am so excited for this debut. Like, I just love all of them. I'm so attached. I think
it's better because with BE:FIRST, I reacted to BE:FIRST without knowing them, and then I watched the first audition. But for Mazel, I'm knowing them as they go, so I'm getting more and more attached. Like in BE:FIRST, I had my bias straight away. Manato, Ryoki, straight away. But this one, I don't know. I love everyone. Like, I'm just so attached to everyone. And I'm so happy for them, but I'm so sad. We're gonna cry on Friday. Also, I'm gonna have to wait for the subtitles because the subtitles are not working. They used to work fine. I used to watch it like the same day, but now they're too busy. So the subtitles are super late. And even now, it's been like, it's been 1, 2, 3, 4, 5. It's been 6 days and the subtitles are still not good. So I'm sad, but I'm excited for Mazel to debut. And yes, I can't wait for Mazel / BE:FIRST interaction. I just want them to be in the room together. I'm so excited, guys. Hope you enjoyed. Thanks so much for watching. And I will see you on Friday for Mission, the debut. The song is amazing. And make sure to subscribe and like this video. And I will see you soon. Bye.